はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は芋焼酎。これなんて読むの？こびき。本格芋焼酎。こびき。ね、丸太の絵柄ですね。厳選した芋、過去黄金千貫。お、蔵人たちが伝統の技で丹精込めて作り上げる、ヒューガ木鉢。違う、小引き。黒ラベル。ヒューガって読むの？日向？これ。日向小引き？日に向かうって書いて。日向って読むのかな？わかんない。芳醇な香り、喉越しシャープな本格芋焼酎。アルコール度数20度。さつまいもと米麹。あ、これあれだ。雲海酒造株式会社。綾工場だ。これ、前回飲んだ雲海と同じですね。はあ、これ芋焼酎も作ってんだ、こいつ。こいつちゃう。この人。宮崎県。珍しいっすね。こびき。まあね。これどこで買ったかというと、ネットでね、1年前ぐらいにね、まとめ買いして、いろいろ買ったんですよ。こういう系のカップ酒をね。いろいろ買って、今更ながら、あ、そういえば、まだ飲んでなかったなと思って。ね、飲んでみましょう。かなと思って。ほんで乾杯。20度か。うん。ああ。うん。うん。ああ、うん。黒霧島っぽいですね。うん。感覚としては黒霧島。だけど、味が、すっきりして飲みやすいですね。癖があんまりない。うん。香りは結構あるんだけど、キレがあるかな？うん。キレがある。うん。まあ、逆に言うと全くコクがない。うん。口の中に広がっていかない。うん。って感じかな。うん。まあ、でも、黒ラベルって言うんだから、まあ、あれ？麹が。米麹だよね。黒ラベルってことはこれ、なんだ？あれか？黒霧島は、ああ。米麹だな。なんていうの？黒麹と白麹だっけ？芋焼酎って、黒麹と白麹のどっちか使ってるんだよね。確か。黒麹。間違えた。結局麹が、これが多分黒だから黒麹なんでしょう。黒麹は甘くてね、飲みやすい。あ、なんか違いを。黒麹が、コクがあり、骨太な味わい。白麹はシャープな辛口。黄色麹。が、柔らかい口当たり、だって。
一般的に黄色麹は基本的にプレミア系は結構使われてますね。確か。魔王とかも黄色麹じゃなかったか。ごめん、忘れた。黄色麹はね、結構レアです。うん。黄色麹はレアっていうか、基本的に、なんか黄色麹って、やっぱりプレミア焼酎に多いっていうイメージは、俺の中である。で、まあ、一般的に多いのはやっぱ黒麹。安価で手に入る。黒麹。白麹はまあ、もう安価で手に入るんだけど、あんまり、上級者向けすぎて、白麹はね、結構ドライなんで、俺があんまり好きじゃないやつ。白麹はあんまり好きじゃないですよね。まあ、なんだっけ。有名なんだと、なんだっけ。白麹で有名な、あるよね。うん。俺がまずいって言ったやつ。あ、白波ね、白波。白波は文字の通り白麹です。あれは、すげえ、辛口ですね。まあでも白麹使ってても、まあ、美味しいやつは美味しいんですけど、島美人とか。ね。薩摩島美人とか。あれは白麹だと思います。あれの黒麹のやつもあるわけですからね。黒麹バージョンがありますから。島美人はね。うん。まあでも、初心者向けなのは、やっぱ黒麹。甘い。特徴としては甘い。飲みやすい。で、結構、芋の、まあ、飲みやすい、うん。うん。まあね。うん。これも飲みやすいですね。うん。あ、このコビキは、白もあるっぽいですね。うん。うん。うん。これはあれだね。雲海酒造株式会社のホームページにも書いてあるけど。芋の甘い香り、シャープな切れ味。が、本格芋焼酎。あ？シャープな切れ味の本格芋焼酎です。うん。確かに。切れがいいな。結構おとなしい。口の、あれが。うん。キリッとしてる。ただあんまり、あんまり別にそこまで、あれかな、という感じですけど。そういや、俺の大好きな、伊佐大山は、あれ、何麹なんだ？伊佐大山って何麹なんだ？ちょっとググってみる。あれこれ白麹かな
かんない。何工事か書いてないな。さつまいも、黄金洗顔と、米と、種麹菌。あ、白麹だ。川内菌、白麹だって。白麹か。まあ、なんとなくそういう気はしたんだけどね。伊佐大山はかなりドライな、ね、キレのいい、いいね、芋焼酎ですからね。これは確かに上級者向けだなと思う。うん。てか、むしろもう、なんか、普通の黒麹にだんだん、黒芋焼酎に、だんだん飽きてくるんだよね。うん。結構いろいろ飲んでくると、あ、もう黒麹のやつはもう味に、だいたいパターン化してくるんだよね。味が。うん。黒麹のやつはね、本当にね、味に決まってくるんだよね。ほとんど同じ味なんだよ。黒麹はどれ飲んでも。うん。だからね、それにね、なんか、飲むともうすぐわかるんだけど、あ、またこの味か、みたいな感じになるんですよ。だからね、逆にね、どんどん飽きてくる。うん。黒麹は本当に飽きが早い。飽きが早いっていうか。もうだって、いろいろ飲んでもさ、味がほとんど同じなんだもん。だって。そりゃ飽きるわ。うん。本当に、癖がないっていうか特徴がない。大体。だからね、どれ飲んでもね、黒系はね、ま、似たり寄ったりで面白くもなんともない。だから、だんだん飲んでいくうちに、もういい加減飽きてきて、で、白麹の芋焼酎に行くんだよね。うん、面白くない。飲んでて。うん。だから、今、俺が、白波、薩摩白波を飲んだら、あ、これはうまいんじゃないかってなるかもしれない。昔飲んで、最初の頃飲んだけど。あれでまずいって言ったけど。やっぱ最初は黒麹のやつに限るんだよね。初心者はね。初心者の、初心者はやっぱり黒麹に限るんだよな。ただ、だんだんこの甘ったるさと、この甘さと、このキレのなさ。キレのなさっていうか、まったり残ってくる、舌に。残ってくる感じがだんだん嫌になってくる。だよね。みたけってこれ何こうじゃ。みたけ。みたけ。あ、みたけどこ行った？あれ？あ、見たけどっか行ったな。まだ飲んでないはずなんだけど。見たけって何こうじ？でもあれも白こうじじゃないか。見たけも。見たけ焼酎。焼酎。いや、意外と黄色麹かもしれん。見たけは。麹。これ何？黄色かな？見たっけ？あ、白麹だ。ああ、やっぱうまいやつ、だいたいっていうか、うまいやつっていうか、あれだな、俺もだんだんあれだな、上級者になってきたな。
もうだんだん俺黒麹飽きてきたもんな。いい加減。本当に。この芋焼酎の黒麹の味に飽きてきた。だんだんやっぱ飽きてくるもんですね。白麹はやっぱりキレがあるからあんまり飽きてこないんだと思うんですけど。まあ、御嶽はうまいですよね。御嶽はやっぱかなり、初心者向けだとは思うんですけど。白麹だけど、あれは初心者向けだな。まあいいや。とりあえず、俺ロックで飲もう。俺芋焼酎ロックで飲むの好きなんですよ。芋焼酎はやっぱロックで飲むのが、好きですね。甘ったるいのがあんま好きじゃないんで。酒で甘いのはあんまり。別に甘いのはいいんだけど、甘ったるくなるんだよね。芋焼酎ってやっぱだいぶ、甘ったるさが来るからね。結構キレがないやつが多いんで、すっきりしない。ね、日本酒とかだったらほら、辛口だったらあるけどさ。芋焼酎って基本甘口だからね。甘口の日本酒飲んでるようなもんです。だから、結構、あんまり、個人的には ロックで飲んだ方が、いいかな。まあ、なんかで割るっていうのもあるんですけど、なんかで割るって言ってもな。芋焼酎割ることってほとんどないですよ。水割りはまあ考えられるとしても。そんぐらいしかない。水かお湯か。結局水ですからね。俺あんまり割るの好きじゃないんだよな。少なくとも芋焼酎をなんかで割るっていうのはあんまり。割るには向いてないよね。炭酸水とかで割る。まあ、いわゆるさ、まあ、前言ったホッピーで割ったりとか。それ芋焼酎でホッピー割るっていうのはちょっと考えられない。ホッピーに芋焼酎を使うというのはちょっときついんだよな。まあ、いいでしょう。それじゃあ、評価に入りましょう。コク、まあ、三つ星かな。甘み、四つ星。香り、四つ星。まあ、さすがに、蕎麦焼酎かはコクあるでしょう。ただ、芋焼酎としては、あまりコクはない方です。まあ、これは、いろいろ、まあ、飲んでみるのが一番いいんですけど、とりあえず、オーソドックスな、ね、黒仕込みの、黒麹仕込みの芋焼酎、と思ってほぼ間違いないでしょう。3443です。それではご視聴ありがとうございました。